プチャでしたね。落ち込みましたよ、だいぶやっちゃったなって思ったんですけど、ただすぐ吹っ切れましたね。自分が狙ってるのは K-1 のベルトなんで、その K-1 のトップ戦線に食い込まないとその意味がないと思ってるんで。戦い方に迷いができたんじゃないですか。負け始めたぐらいからやっぱり自分の持ち味のフィジカルをちょっとサボったんです。やらなくなったんです。そういうのもあるのかなと思って、そこからフィジカル、自分の得意なものを始めていくって感じでやったら自信がついてきて、さらにボディへの攻撃も一発顔面、2度目のダウン、速攻で奪って速攻で試合を決定したフミヤ。約2年ぶりの勝利だったんで、2年間はねちょっとしんどかったですね。これ勝ったらタイトルマッチ組まれるんじゃねえかっていう感じではあります。いつかは自分もやり返さなくちゃいけないと思ってたんで、まあ、自分がここ2連敗してフミヤ選手がいい勝ち方して、でまたこの交わるっていうのは自分もストーリー的には悪くないなと思ったんで。でもボディ腕どちらしたら失敗、ボディへの攻撃も一発、聞いてたもんね、パンチ。いや、そうです。ミドルも全然上回って、首とか冷やしてる。練習が出たりで、やっぱり作戦もうちょっと立てないかな。
はじめ、上のミドル、看護師じゃないですか。あの下一回蹴ったじゃないですか。あれ、あれでも勝ったなと思いました。あのミドルで見えてなくて、もうめっちゃ効いてましたね。効いてた。膝が良かったっす、最後。確かに、確かに。超、超効いてた。膝を打ったそっか、そっか。あれ、膝がストレートでした。両方でなんかバンバンって。そうそう、膝からの。もう、もうじゃないですか。とりあえず。いや、早く上に意識行きすぎっすね。シャワーとしたんで。最後の膝で、ヘッが下にしてきた。そういうストレート。はい、さっきストレートっすね。さてと、やばい、ついて遊ぼうかな。いや、めちゃくちゃ楽しかったですね。まあ、フミヤ選手がやっぱガンガン来てくれたんで、まあ、だから、そのあれだけ盛り上がる試合ができたっていうのは、まあ、本当、フミヤ選手はそのおかげです。まあ、でも、そのパンチで打ち合いに来たんですけど、まあ、自分も正直、そんな苦手じゃないんで、みんなが言うほどパンチ苦手じゃなくて、パンチ全然見えるんで、でそれで、まあ、ここで。ディフェンスのつもりでカウンター取ったんですけど、そしたらいい具合にいいとこだったんで、とにかく今嬉しいです。久々の勝利。まあクラッシュのリングで戦っててこの音というのはちょっと失礼になっちゃうかもしれないですけど、もう自分は本当 K1 のベルトを狙ってて、もう近い将来 K1 のベルト絶対取るんで、そこに食い込んでいきます。